負けてなぜかっていうと、その目標で手に力がね、そういうのっていかないんだよ。まあ、すぐこう自分の自由、そういうことを基準にした方がいいと思います。で、まあ、いろんな技ありますから、お手返しとか下投げとかいろいろありますから、自分が安定することを意図してSense, you're good.
要は安全な歩行以外行ってこないんだから、ここ10センチ置いてもいいんだけど、まあ1センチでもいいんだけど、何センチでもいいんだけど、よけりゃいいわ。よけて自分が安定するってことはないで、こうやっつけてるよって、ね、彼をやっつける対象だとしてると、してるとね、それをまともに受けて1センチじゃよけがいいんだってよ。よけるもんか、よけるって1センチが問題じゃなくて、この規定規定のをこうやって避けたって、ね、こう、それが問題でしょ。だから、ちょっと、1センチか2センチかみたいな話なんだけど、まあ、そういう話で、ね、だから、避けて自分が安定してるってことだよ。そして、相手はこの、そこそ相手じゃないの。自分の一部だから。自分の一部だから、こうやって、ほら、自分の一部。お友達みたいなもんなの。お友達だと思ってた方がいいの。稽古相手だしね、やっつけるためにどうやってこうやってやっつけるかじゃなくて、こう起きたんだから、なんかこうやって後ろ入って自分の自由を考えて動いてるだけじゃん。でっかい石が飛んできたらやばいなって思うんだよね、みんな。誰でもね、それと同じだけど、だから、いや、石が飛んできたらやばいなって思ったの。で、自分の身の安全、生き残ることとそれしかないの。生き残ることから安定してないと生き残れないの。傾いて、そっから生き残れないの。生き残るためにやってるのか、生き残るために自由なの、生き残るためにこの手気にしないの、生き残るためになんか、だから、やっつけるためじゃないの。で、相手なんだけど、稽古相手なの、だから友達なの、友達だから、友達っていうふうにやってるのね。で、こう、リーチ探すのが自分の使命じゃないけどさ、それやるとダメなんだよ。いくらやっても。で、自分がリーチ来たんだ、リーチ来たから、こう、関係ないの、もう、友達だと。恐怖相手だよ、友達。そういう意識でやった方がいいと思う。自分がこう、リーチ来た時に、しようって考えたら、だんだん自分の生き残ることはしない。だからやばいから、ね、こうやって言うんだよ、生き残ることを、こういうこういうだけで安定してる、自由生き残る。だからそれはもう他にこんなに考えないように考えてましたっていうのがあるけど、他に当たらないように石が来たら飛んでますから、で石が飛んできたら自分のできる範囲のこと、できる範囲の石が飛んできたらできる範囲のことやって、できないことまでグッてやってみよう、できないなって、できないなって、自由に動いて、そのテクニックはね、相手と競争してこうやってやるテクニックはね、これいろいろ教えてくれる人いるんだけどね、これ自分で使うしかないんですよ。僕は、まあ、そこに合わせてるんだ、自分が。もうそれしかない。で、自分が安定するために、
トドになっていかないと近い、そういうのを考えてたので、トウビちゃんとトウビちゃんと言ってたじゃん。だから腰を合わせてまっすぐまっすぐ上げてまっすぐ下げて、で、ここに下げたらぶつかるよね、ここに下げたらぶつかる、ぶつかるよね。だからぶつかるね、ここまで行ってください。足が足が下げるにも銃が優先してる、銃が上げるから ね、 そうね、上上って言って上上って真上上って言ってないよ、こっちだよ。上はね、上はまっすぐ来る方が、こうなったら向こうが上みたいに上だけど、こうなってくるのまっすぐ、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 っていうことだだけなんですよ。近づいてそういうことは考えて、いちいち考えてないから、さっきの1センチとで、せっかくみんな来てくれてるから少し足を踏み出して Thank you.